もうやるしかねえな。これあれか？ああ！最悪だ。よし、よがろう。では、ここの分を収穫してこよう。収穫作業はね、早くていいんだけど。怒涛の収穫だね。はい、OK。あー、しまった。うわー。 OK。いや、ちょっと抜けが出るんかい。収穫はマジでめちゃくちゃ楽だな。問題はこっからなんだよな。さて、420万。
やばい。やべえな、スタックしたぞ。やばい。いや、重いなこいつ。OK。 あんまり踏み込まないようにしないとな。いやー大変だぜ。
をちょっとこう、こいつのいいやり方がありそうな気がするんだけど、全然高さ足りてないねこれ。ちょ、今回はもっと限界までやってみるか。
お、35万超えたな。違う、350万超えたな。これとりあえず満タンぐらいまでやったってことでいいのかな。もう一列いけそうだけど、いいんじゃない。あと41万入っていくけど、よし99。100%。じゃあカバーしようか。ほい。オーケー。で、これは。回収できない部分が出るのか。あ、そういうわけでもないのかな。いや、ていうかこれ量がなかなかあるな、この溢れてる部分。あれ借りてこよっかな、フォレージピックアップ。ここら辺はもう取れないな。この角のとこはもうダメなんだな。これちょっと取れないな。ぎっしり、まあできる限りぎっしりやった。よし、じゃあこの残ったやつは施設に持ってこう。もうこいつで持っていかなきゃしょうがないな。うわー、びっくりした。これはちょっと裏から行かないと無理だろうな。
早っ。 OK、 じゃあこれも作っていただいて、独裁を買った返しちゃったから、あれまた借りてこないとな。こいつはちょっと返却したくないんだよね。あのサイレージ添加剤をめちゃめちゃ入れちゃってるから。おっと何があったんです。すげえ音だな。なんか座席的なものがガンガン前に出てきてない？これじゃあ、というわけで今回は2つの円形畑に植えたトウモロコシをマグサとして収穫して、それをバンカーサイドにぶっこんでサイレージにしてみるという動画でございました。いやー、こんな感じになるんだね。パンパンまで入れたことなかったから、350万、ちょっと見れない。あ、これ量わかんないんだ。なるほど、よいしょ。で、一応ここにね道も作ってあるので、1月になったらこの発酵し終わったサイレージを出荷するというのも動画にしようかなと思ってるんで、ヘルパーと協力してね、ちょっとどんな感じになるのか楽しみですね。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。以上、ねむたけでした。次回は多分建築かな。